九州大学応用力学研究所の磯部です。皆さんは最近になって海洋プラスチックごみ問題に関する話題を耳にすることが多くなったのではないでしょうか。特にレジ袋の有償化が昨年より始まってから、この問題に関心を寄せる方が増えたようにも思います。ところが、実際に海岸や海に行ってプラスチックごみの広がっている実態や、あるいはその影響を目にする機会は案外と多くないものです。プラスチックごみではなく、最近になって耳にする機会が増えたマイクロプラスチックというものについて、本当のところはどうなのか、将来はどうなりそうなのか、多くの方々から質問を受ける機会が増えています。このような質問にお答えできるよう、昨年の夏に海洋プラスチックごみ問題の真実、マイクロプラスチックの実態と未来予測と題した一般向け書籍を科学同人社から出版いたしました。幸い多くの方にお読みいただいているようですが、今回この講義を通してこの本の内容に沿った一般向け講座を行うことといたしました。書籍ではお伝えできなかった、もう少し詳しい内容や現状を伝えやすい動画などを含め、海洋プラスチックごみ問題の真実を皆さんにお届けしたいと思います。そしてこの問題の軽減に向け、私たちができることを一緒に考えてまいりましょう。